こんにちは、柴田です。今回はグレコのジャパビンスタラトタイプのレビューです。グレコのスペーシーサウンド SS380 ですね。80年代のものになります。シリアルが C80 から始まってるから80年のものなのかな。ボディはね、1000でしょうね。しっかりした木目が出ております。当時38,000円だと思うんですけれども、今ねジャパビン上がってるんですが、その中ではかなり安い方だと思われる 42,800円になっております。今めちゃめちゃ高騰してますからね、なかなかお手軽価格だとは思うんですけれども、こちらですね、トップのメイプルが剥がれてしまっておりまして、でその上からですねラッカーが吹かれております。まあ、そういったね手が施されているということで少しお安くなっているというところでございましょうか。70年代のグレコと違ってですね、ネックはねしっかりしてるんですよ。70年代のはねもっとねナット幅も狭くてちょっとね細い感じなんですけど、やっぱ80年代になってねしっかりしてきたんでしょうね。でペグもねオリジナルのまま残ってはいるんですけれども、これもね体感的にはかなりね70年代のものよりも全然ね良くなってます。でネックは反りもなくしっかりした状態で3点止め、もう割とねいい状態では残ってるんですけれども、このね指板だけがね気になるとこかなとは思います。まあ、ただねこれね弾いてもね全然違和感はないんで、普通に弾く分にはですね全然何の問題もないというところですね。ごくごく普通なストラトという風な感じです。なんかめちゃめちゃこう枯れてるとか年季入ってるみたいな生音をそんな感じることはないですね。割と現代に通ずるような、まあ、しっかりとした作り。ジャパビンをねちょっとねお安く1本持っておきたいなという風な飾りはね非常にいいんじゃないでしょうかね。では早速音鳴らしていきましょう。まずはフロントからいきましょうかね。なんかジャパビンのチキチキ感みたいなのないですか。ちゃんと膨らんでる。ですけどね、センター、でミックス、やっぱリアの方に行くと枯れ感を、枯れ感出てくるんでね、なんか良さが伝わりやすいかなと。フロントいいっすよね。状態も全然悪くないし、音もね程よい枯れ感と膨らみがあって、まあ、使いやすい。やはりね古さゆえのなんかねこの素朴感といいね、ちょっと染みてくるものはありますね。まあ、42,800円、ジャパビンをお探しだったら全然ありな価格だと思います。ちょっと歪ませてみましょうかね。
いい感じじゃないですか。かましてもいい感じで枯れてる。やっぱねネックがねこれしっかりしてるから70年代のよりもこうチキチキ感がなくてね、ほんと近代的なストラト風でありながらも枯れ感があって膨らむっていうところでは、これその部分はね実際にこうね見てねもらった方が分かりやすいかと思うので、千葉管楽器行った際にはぜひぜひ試奏してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。